ちょっとね、僕らにお願いがあって。お、なんでしょうか。あのね、願い。婚姻届を、ね、え持ってきたんです、今日。婚姻届け婚姻届け、そう。婚姻届けのね、あら、承認のところに、承認のところ、これを、うん、あの、書いてほしくて。え、入籍ってこれ、いつするとか。入籍、1月の頭に。1月の頭に、はい。あら。いやー、ちょっと、これは、お断りします。なんでだよなんでだよ。いや違う、これここで俺がこれ回書くっていうのはちょっとこれやっぱ BL 狙ってんのかなっていう。これはやっぱちょっと、なんで BL になるんだよ。婚姻届の承認を書けっつってんだよ。いや人気出ちゃうから、俺が今ここで出ないよ、書いたら出ない。もう BL 好きから人気出ちゃうのよ。またこれだから、うん、なんか書いたら出してみたいなの始まっちゃうから。書いたら出してじゃないんだよ。こうだ。ちょっと考えましょう、これは。なんでだよ、書けやす。ここまでのお相手は空気階段の鈴木もぐらと水川かたまりでした。さよなら。にんにんどろ。まずじゃあ証人は、あの場でね、客席で立ち会ってた、あの江崎さんに。ダメだよダメだよ。あそこの場にちゃんといたから。ハンコ持ってなさそうです。